これ全ネジボルトカッターといって、この手動のやつやってみます。よいしょ。次にこのトルク管理ソケットを先につけて、ビスも壊れることがない。次こちらが工具とかいろいろ置いてあるコーナーで、50回記念に応じて 50% オフなのかな。値段もかなり安くなってると思います。これ全ネジボルトカッターといって、皆さん電動の全ネジカッターを使うことが多いと思うんですけど、これは手動なんで、まあ、電気がいらない。これ切ってもいいのかな。この手動のやつやってみます。こうセッティングしてもらって、ちょっと片手なんで、これでよいしょ、こういう風に電気いらずでカットすることができます。セーパーソーのカッターだったり、同時期ケーブルのストリッパーとか、ラチェットの連行ドライバー、これ便利そうですね。で全ネジボルトカッター、あ、これがこれの買えばかな、これの買えばかな。あ、これいいですね。USB もコンセントもついてる。あ、これ着脱式 USB 充電付きってことで、どういうことや。合体することもできるし、一体型でも使うことができるという優れものですね。これは USB が2つ、コンセントが2つ。終えた。値段も、あ、これはちゃうな。あ、安っ。安っ、1200円と600円や。顔これありやな。強力マグネットレベル、水平器があったり、結束バンドとか、断熱パイプフラップ、通帳屋さんが使うやつですかね。そういうものも取り扱ってます。こちら、50回記念でいろいろ。一番上はディンレールカッターですね。で、これがダクト用ファン、換気口、延長コード、秘密の靴下、何やろこれ。高機能消臭糸。足が臭くなりにくいんですかね。インナーキャップ。あ、これよく被ってる人いますね。ヘルメット蒸れるんでね。ヘルメットのインナーに最適、汗を素早く吸収。ナッツとかいいですね。インサート。何やのこれ。ビニールタイでケーブルを支持した後、金づびに、パチンってこれ、釘みたいなんで木に打ち付けてっていう感じ。あ、ここに書いてる。二重天井用ケーブル支持材。はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。ちょっと僕は使ったことないんですけど、便利そうです。で、絶縁ドライバーが売ってます。で、このジャッピーのジョイントですね。このまっすぐのやつもね、最近出たんですよ。直結タイプというか、B スリーブみたいな形のも出来上がりました。これはもう皆さん知ってるかなと思うんですけどね。しかもこれはあれなんです、単線じゃなくて寄り線でもいける。寄り線単線兼用なんで、めちゃくちゃ便利です。騒音計、あー、モーターの音とかうるさくないかとかチェックするのに使うんですかね。インサート、ドレンキャッチ。こちらが衛生設備といいますか、設備、換気扇とかダクトとか、あ、L アングルも売ってるんですね。ブルーシート、これは点検口ですね。点検口など、設備に関するものも大体置いてあるということで、工事に関するものは何でも揃うと言っても過言ではないです。あ、ここにはブルーシートね、ロールタイプのやつも売ってる。
ですか。こちらにはリングスリーブとか差し込み型コネクタだったり、フロッピモと呼ばれるやつですね。ラックとかで結束バンドじゃダメな時、公共工事とかで多いんですけど、そんなん持ってます。でこれが埋設シート、穴掘り、埋設管の上にね、この下に高圧電線がいるよとかいう表示するやつです。で電気屋といえばビニールテープがほとんどの色が置いてあります。これ関西と関東でね、大きさが違うみたいですね。関西人が好きなのはこの10メータータイプ、関東の人が好きなのはこの20メータータイプ。僕は関西人の方なのでこっちはね使いにくいんですよね。でも関東の人からしたらこっちはなんかもう使ってほぼなくなってるみたいな、10メーターと20メーターあるあるがあるらしいですよ。でまあ養生テープね、現場でよく使いますね。でこれがアンカープラグということで、ステップルなどがあります。次にこちらのコーナーなんですけど、まあいろいろあるんですけど、これがね、あの絶縁ビットと言いまして、1000ボルトまで絶縁できるんで、まあちょっと危ないところとかこれをつけてもらうこともできるし、面白いのがこれね、トルク管理のソケットなんですよ。っていうのは何かというと、これまあ僕の個人的なペンドライバーなんですけど、ここにトルクがついてるやつもあれば、トルクがついてないペンドライバーもあります。で皆さんよくやりがちなのが、ちょっとやってみますけど、こういう端子帯がありまして、この端子ってね、ちっちゃいから、まあ、弱いと言いますかね、すぐ潰れるんですよ。実際にやってみます。これね、いきますね。ちょっと見えるかわからんけど、わかりますでしょうか。ちょっとピンボケするかな。ナットが舐めてるのわかりますかね。舐めてますね。これが言ったら力加減を、まあ、分からずにというか無茶してやっちゃうんですけど、次にこのトルク管理ソケットを先につけて、これさっきのビットですね、こうやな、これをつけることで、これ今緩めて、これちょっとここも崩してくれる、全体的に。これねもうね、空回り止まってくれてるんですよ。せやからビスも壊れることがない。これがね2700円ぐらいということで、これのトルク用のドライバーを買ったらやっぱり1万円ぐらいするので、 M4 ばっかり触るんやったらこれ1本持っとけばすごい活躍する商品で、僕も好きで使ってますっていう。トルク正式名称はトルクアダプター M4、 とりあえず一番多い M4 を取り扱ってるってことなんで、ぜひ皆さん使ってみてください。今日触れていきたいのはサーモキャップと言いまして、白っぽくなってるのがわかるでしょうか。熱すぎる、戻るタイプと戻らないタイプがあって、どっちも選べると。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。